顎の下のたるみ気になりますよね。どうしてもここの首の部分にお肉が溜まってしまうとどうしても老けて見えますよね。そこで今回改善する顔のエクササイズと首のストレッチを紹介していきます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、顎に溜まるお肉を解消する方法というのを紹介していきます。まずここのお肉溜まる原因っていうのは頬の筋肉の低下、首の筋肉の収縮というのが関係していきます。やはりスマートフォンを持つ時代になって下を向く時間っていうのが確実に増えてるんですね。そして上を向く時間っていうのが減ってます。要するに首の筋肉が縮まった状態でいつも下を向いた状態になってしまって、ここにお肉を溜めてしまうっていう首の筋肉の状態になってしまいます。そこで首の筋肉をしっかりストレッチする方法っていうのと、もう一つ頬がですね、やはりここのお肉がね、下になってくるとここにどうしてもお肉が溜まってしまうんですけど、頬が上に上がるとここはね、すっきりします。なので頬の筋肉を鍛えるっていう必要もあります。この二つを今回一緒に頑張っていきましょう。まず一つ目、首の筋肉のストレッチ、あうです。スマートフォン見ながら一緒に30秒やってみましょう。上を向いた状態であ、う、あ、うっていう風にうした時にしっかり首がストレッチされるのを感じてください。30秒いきましょう。あ、う、あ、う、しっかり上向いて、あ、う、あ、う、ちょっと口をね、うって尖らす感じで、う、あ、う、あ、う、しっかりね伸びてるのを感じてください。あ、う、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 あ、オッケー。そしてあとは頬の筋肉です。いろんな方法があるんですけども、簡単なのはうーんってね、口を斜め上に引っ張って頬を持ち上げる、こういう感じです。もし難しければ目をつむると、片っぽ目をつむると上と下で引き寄せるんで頬を持ち上げる感覚がわかると思います。これをこうやったままで、目はね開けてもいいです。うーって引っ張ったまま30秒キープしてください。必ず実感できます。いきましょう。片っぽここにね持ち上げたまま、これでキープ。これがねすごいいいんです。簡単ですよね。これでキープですね。ちょっとね喋りにくいんですけど、あと10秒、しっかり引き寄せてね、ってやるだけ。疲れてくるとね、やり、あ、OK。今30秒キープしただけで片っぽ上がってる気しませんか？結構ね、すぐ違うんです。今もう半分ぐらいこっちがね、ちょっとシュッとなってると思います。反対側も行きましょう。スタート。こうね、しっかり引き寄せて。こんな感じ、こんな感じで。難しかったら目つむって、しっかり、ってやって、引き寄せて、頑張って、スマホ見ながら、ぐーっと引き寄せて、ぐーっと、また少しです。OK！ いや、こんな簡単なので、今ね、両方ね、筋肉ちょっと使ったので、キュッてしてる感じしませんか？顔も少しね、多分暖かくなってると思います。こんな簡単な2種目で結構顎がね、シュッとスッキリします。この頬が上がるとたるめるとね、やっぱりこうね、ここにたまるんですね。で、上がるとやっぱりこのね、ここの下がやっぱりね、こうなるよりも上がるだけでここはスッキリすると思うんで、ぜひね、たったの1分半やってみてください。毎日ねお風呂上がりとかができればね、筋肉温まってるんでしっかり動かせれると思います。ぜひ
やってみてください。ちょっとほっぺた上がったよとかね、頬肉変わってきたよって方はよかったらコメントもください。こんな簡単に変わったのかってびっくりした方はですね、よかったらグッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。